週刊少年サンデー、週刊少年サンデー、週刊使用年、サンデー、ウィークリー少年サンデーは、小学館が発行する日本の週刊少年漫画雑誌。1959年に創刊。略称は、サンデーなど。1959年、昭和34年3月17日に、同年4月5日号として創刊。サンデーという名は、この雑誌を読むと、 まるで日曜日のように楽しい気分に浸れるようにという、初代編集長、豊田亀氏が名付け、当初は毎週火曜日の発売だったが、2018年現在は毎週水曜日に発行されている。マスコットキャラクターは生図で、ビッグコミック系列誌のものとは異なり、本誌では稲妻マーク入りのヘルメットを被っている。よどんだ池の底でも辛抱していればそのうち大きくなる。 というハングリー精神を表している。企画立ち上げ時のスタッフの中核が学年誌の編集者ということから、創刊前には小学館の新児同士と宣伝され、実際、創刊から10年近くの間、学年誌の延長線上にあり、読み物や付録などが充実していた。1960年代半ばには SF に力を入れ、当時気鋭の若手、筒安隆が、 小説の連載を行っていたこともあった。1960年代にシリアスな漫画で問題を起こすことが多かった一方、比較的ライトな内容のギャグ漫画やコメディタッチの漫画にヒット作が多かったことから、俗にギャグのサンデーと呼ばれることになった。1980年代初頭にはラブコメやパロディも加わり、このような軽快さは雑誌の大きな寄風として、 現在も続いている。とはいえ、1980年代半ばには、ギャグ漫画家、パロディ組が、飽和状態になり、サンデー出身作家の月刊少年キャプテン、徳馬書店など他市への喰らがいが目立った時期もあった。担当編集者を介したつながりや、市場企画などに橋を発した、指定関係員以外の漫画家間の交流、サンデー内のみではなく、小学館関係の雑誌も含めが、 比較的盛んで、中でも1980年代から1990年代初頭の島本和彦を中心としたグループ、1990年代半ばの藤田和弘を中心としたグループが有名である。1985年に通関1500号の記念企画として、レコード Wings of Freedom が制作された際には、当時の連載人の一部が歌を披露している。伝統的に、 掲載作品については、編集部が企画段階から関与し、その意向が作品の方向性に少なからぬ影響を及ぼす。また、長期連載となるには、読者からの作品人気が必要で、雑誌付属のアンケートはがきなどのリサーチの結果が、編集方針や作品の内容、存続に影響を及ぼすことに、競合他種と違いはない。しかし、総幹事からの競合し、 週刊少年マガジンと比べれば、編集部主導という姿勢が、そこまで色濃いわけでもなく、かといって、後発し、週刊少年ジャンプ、週刊少年チャンピオンほどに、読みアンケート人気の結果データに極端に変調したスタイルでもないため、これら競合誌と比較した場合、編集部との折り合いさえつけば、あとは、漫画家が自身の描きたい、方向性を自由に打ち出せる向きがある。その成果、 他紙のように作品の方向性が手こ入れによって、突然、大きく変質してしまうケースが、比較的少ない。2018年現在の発行部数は、週刊少年漫画誌としては、週刊少年ジャンプ、集英社、週刊少年マガジン、講談社に続いて、業界3位に位置する。1958年、学年誌編集部の次長だった、豊田亀氏が、 テレビ時代の到来と1 9五十年代半ばから続いていた週刊誌ブームを受けて漫画を中心に据えた少年週刊誌の発行を社長の愛が鉄尾に働きかけ週刊少年サンデーの創刊が決まる当初は1五十九年五月五日の発行を予定して初準備に取り掛かっていたが僕ら少年クラブなどの月刊少年誌を持つ講談社も週刊誌ブームを受けて 関少年マガジンの総刊準備を始めたことから、徐々に総刊日が繰り上がり、結局ともに1959年3月17日に総刊した。総刊号のラインアップは、手塚治虫、スリル博士、横山隆一、宇宙少年トンダー、寺田博尾、スポーツマン金太郎、藤子藤雄、海の王子、マシコカツミ、南蛮商店具で総刊号の表紙に、 読売巨人軍の長島茂雄起用。刊末には、児童心理学者の畑の勤子が祝辞を寄せている。漁師の価格はサンデーが30円、マガジンが40円で、豊田が、もしサンデーがマガジンと同じ値段だったとしたら、マガジンの付録の分を特管で負けてしまうと判断した、ことから、漁師の契約している印刷所が共に大日本印刷だったこともあり。 マガジンが刷り始めるのを確認してから、サンデーの値段を入れてするという機密漏洩的アートだし、じゃんけんのような裏技を使っている。総刊号の売り上げはサンデーが30万部で、マガジンが20.5万部でサンデー側に軍配が上がり、マガジンも5号から30円に値下げした。これ以降もお互い張り合って、雑誌の総ページ数を増やしていった。1960年代半ばには、W3 事件、 W3O マガジンからサンデでに、遺跡。1960年代末には、天才、バカボンのマガジンから3への遺跡が起きるなど、その後もライバル間の争いは続いた。1960年代のヒット作には、横山見つける、伊賀の影丸。1961年、赤塚藤尾、おそ松くん。1962年、藤子藤尾、お化けの九太郎。 1964年、藤子、パーマン、1966年、横山三つてる、ジャイアントロボ、1967年、手塚治虫、ドロロ、1967年、赤塚、猛烈太郎、1967年などがある。1960年代半ばからマガジンが、劇画路線、スポコン路線を開拓して、総監当初の主要読者層、 戦後のベビーブルーム世代を話さなかったのに対して、サンデーは少年向けの漫画にこだわった。毎週土曜日に編集部を子供たちに開放し、漫画需要を探るという作戦を取り、当時立ち上げを企画していた、週刊少年ジャンプ、集英社編集部の協力要請に、一つ橋に少年向けの漫画雑誌はにもいらないと協力を拒否する。一方で、青年向けの漫画雑誌、ビッグコミック、 1968年、創刊当初、一流の漫画家しか起用しないというのを、売りの一つにしていたを創刊するなどして対していた。1960年代末になると、右手にマガジン、左手にアサヒージャーナルの学生運動の時代が訪れ、学生の他にアングラカルチャー層からの指示を得た、マガジンが発行部数を伸ばし、一気に追い抜かれることになった。この時期、その他後の、 赤月戦闘隊、1968年の検証問題の影響で流星を誇っていた戦記者が激減した。週刊少年マガジンとの争いの敗北を受けて追随する形で青年向け雑誌、マガジンとは異なり、スタイリッシュな路線を目指した絵の方向転換を図り、1970年21号から1年間広告制作プロダクションさん。 あどに、表紙の制作を受注。傑作アイデアシリーズと称した、昆虫をダイナミックにレイアウトした、飼い虫シリーズを皮切りに、トイレの便器、マネキン、スキンヘッド、マッチ箱、オールテガキラスと、編集部宛ての当初など表紙としての定義さえも、破壊した表紙が、次々と登場した。この時期の主な連載に、ジョージ秋山、千賀場、1 9七十年、古谷光都 ダメオヤジ、1970年などがある。それらが、沈静化した1972年頃からは、月光仮面、赤道、鈴之助などの旧作のアニメ化に伴った、漫画連載を展開し、当時作品に馴染んでいた親層の取り込みを図る。一方で、人造人間キカイダー、1972年、ウルトラマンタロウ、1973年、頑張れ、ロボコン、 1974年、ゲッターロボ、1974年などの特撮、SF アニメ作品のコミカライズを退去掲載し、新規子供層を抑えようとするなど、親と子が安心して読める紙面の展開を目指した。しかし、サンデー、マガジンとも、すでに青年、あるいはそれ以上向け雑誌に転じていたため、 本来の読者層であるはずの少年の多くが、週刊少年ジャンプに流れることになり、1973年には、サンデー、マガジンともに発行部数で追い抜かれることになり、再び少年向けに方向転換。ただし、一部の劇側残った。当時の小学館は、路線転換の煽りで離れつつあった少年読者層の再度獲得を目指すべく、 まず1974年6月に単行本レーベルの少年サンデーコミックス漂流教室などが第一弾として観光立ち上げ、続いてサンデーから特撮 SF アニメ作品の部分を引き継いだテレビくん1976年児童向けのコロコロコミック1977年学年史とサンデーの中間の漫画くん976年 1979年に少年ビッグコミックに解消、新人作家育成のための週刊少年サンデー増刊号を、1978年など次々と新雑誌を創刊。この時期は週刊少年チャンピオンの大躍進の影響もあり、発行部数が低迷、第4位になっていた。1977年には編集長が交代し、ビッグコミック系式から持ち込まれ、 現在もサンデーを象徴するイメージキャラクターのヘルメットをかぶったナマズが初登場。また1976年から5年間1年ごとに指名ロゴを変更する体制をとった。1970年代中期から後期にかけては、小山優、頑張れ元気。1976年、梅津和夫、誠ちゃん。1976年、村上元か、赤いペガサス。 1977年などがヒットしているが、カリア・アキラ、池上良一、男組、1974年、斉藤、高尾、サバイバル、1976年、林立を、大島康一、親子刑事、1976年などの劇画のインパクトが強く、後派でかつ思い雑誌と取られがちだった。1980年前後には、 週刊少年チャンピオンの部数激減の影響もあり、発行部数が週刊少年ジャンプに次ぐ第2位になった。1980年代に入ると、劇画村塾出身の高橋留美子のウルホシア、ツラ、1978年と少年ビッグコミックでみゆきをヒットさせていたあだちみつるのタッチ、1981年のヒットでラブコブーム、学園もの、 青春物を巻き起こし、部数を大きく伸ばして、1983年には最高発行部数の228万部を記録した。ちなみに、この記録は現在でも破られていない。そのため、当時発行部数で首位に立っていた、週刊少年ジャンプ編集部は、もうを恐れ、友情、努力、勝利を、友情、勝つとし、愛に変えようとしたほどであった。ただし、これは、 その直後の北斗の剣の大ヒットと、これに伴う発行部数の急激な上昇によって回避された。また、この時期から増刊組が台頭し、島本和彦の炎の転校生、1983年、勇気、正美の究極超人 R、1985年などの特撮のパロディが話題になり、いずれもヒットした。なお、 本紙から連載の依頼があっても増刊で描くのが好きだからと断る水、谷直樹のような漫画家もいた。1985年に指名ロゴを固定化し、その頃から RC、サクセションを筆頭にバービーボーイズ、爆風スランプなどのロックバンド、あるいはウィラードやガスタンクなどのパンクハードコア系のバンド盛り上がり、第一次バンドブームにインスピレーションを受けた。 石渡治の BB1985 年、上条厚子の 2Y1985 年などの音楽的かつ青年史的な漫画が増えた。1985年中盤に、新谷香織、二人鷹が1986年末に、タッチが1987年初頭に、うる星やつらが終了したのを皮切りに、 それまでのサンデーを支えていた作品の多くが完結し、1980年代前半の勢いが止まる。その後、高橋留美子のランマイチに、1987年や、結城、正美の、軌道警察、パトレーバー、1988年などがヒットするものの、続くヒット作がなかなか出ずに部数が大きく落ち込み、1987年頃には、 マガジンに発行部数を追い抜かれた。1988年から1991年にかけて連載数を増加させ、他社からのギャグ漫画家などの引き抜きや、石森翔太郎、梅津和夫ら大御所の再登用、漫画家インタビューコラム、俺の漫画道の連載、既存の枠にとらわれない増刊、サンデースペシャルの発行、プロアマチュアを問わずに連載用の第一話を公募して、紙面に掲載。 読者の人気が高かったものを連載化するコミックグランプリのせたま1990年14号や X1990 年35号といったロックバンドのカラーグラビア掲載などの実験的な試みを数多く言ったこの時期は雑誌及び編集部に混乱が続いていて小山優の少年1989年の不自然な打ち切り柳沢奇妙のウェルカム 1990年の打ち切り、単行本が最終観刊光刊直後に絶版になる、石森、仮面ライダーブラック、梅津、誠ちゃん、平成版など、中堅、ベテラン、大御所を問わず悲惨な目に遭うことになった。この時期、少年ビッグコミックの対象読者層が創刊当初に予測していた層より上になっていたことを受けて、青年史、ヤングサンデー、1987年として、 リニューアル創刊された。1988年から1991年にかけての大混乱の中、若手漫画家の手により、それまでのサンデーの色になかった新しい漫画が増え始め、帯をギュッとね。河合勝都市、1988年、牛音虎、藤田和弘、1990年、今日から俺は、西森博之、1990年、 増刊号から遺跡、池、南国アイスホッケー部、久米田孝治、1991年、GS 美神国楽大作戦、C の高志、1991年などがヒットし、これらはいずれも長期連載となった。これらに加えて、H2、足立光1992年、名探偵、コナン、青山豪将、1994年、前夜 三田拓也、1994年、劣化の炎、安西信幸、1995年、犬屋舎、高橋留美子、1996年など中堅、ベテランの長期連載も増え、伸び悩んでいた部数も1994年頃から2000年頃まで上昇を続け、サンデーは再び黄金期を迎えた。雑誌的には一種の安定期に入ったが、 その一方で1990年代半ばから後半にかけて若手漫画家が台頭せず暗い影を落とした1995年に週刊少年サンデー増刊号週刊少年サンデー朝とリニューアルするなどして若手漫画家の台頭を待っていた1993年51号でサンデーは創刊2000号を迎えその記念としてカモン達を サンデー総監と同じ年の1959年生まれによるオリジナルソングサンデーエスドリームが発表されサンデーの検証プレゼント用に 8CMCD が制作された歌詞はカモンの反省を歌った内容にダジャレ的に過去のサンデーの連載作品名を盛り込んだものこの時期コロコロコミックとサンデーの中間層をターゲットにしたコミックゴッタ 1999年、メディアミックスし、月刊サンデージ X2000 年が創刊された。この前後から、長期連載や人気作が次々と終了し、部数が低迷。1990年代以上に、積極的なメディア展開を行うようになり、金色のバッシュ。ライク誠2001年、焼きたて。ジャパン、橋口隆史2002年。 史上最強の弟子、健一、松江明春、2002年、ワイルドライフ、藤崎正人、2003年、結界師、田辺イエロー、2003年、早手のごとく、畑健二郎、2004年、絶対カレンジルドレン、椎名隆、志、2005年、月光条例、藤田和弘、2008年、神のみぞ知る世界、若北美希、2008年などがヒットするが、 その他の連載は伸び悩み、部数の低迷に歯止めが効かず、また、この時期から多くの漫画家がサンデーを離れていくことになり、さらに2008年、ライク誠がサンデー編集部での現行紛失をめぐって、小学館に対し損害賠償請求の民事訴訟を提起するなど、1980年代後半の混乱と同様に安定しない時期となった。 2000年に創刊されたサンデージ X の合同企画コーナーが設置され、一部の作家の入れ替えや引き入れが同じ小学館で刊行されている少女コミック、チャオと同時になされることが多くった。2008年3月から2009年3月にかけて、週刊少年マガジンとサンデーマガジン創刊50周年企画を行い、共同雑誌のほか、 数多くのコラボレーション商品を発売。2009年第14号、3月18日号では、相関拍子とリビュート号と題して、相関号の表紙デザインを再現。相関号表紙の長島修行、松坂大輔に、手塚治虫のスリル博士のイラストを、橋口隆最上の命に痴漢した。50周年イベント終了後の2009年3月末からは、 週刊少年誌としては、初のウェブコミック配信サイト、クラブサンデーを開設。さらに、月刊少年サンデー、月刊の創刊、週刊少年サンデー長、現在は、週刊少年サンデーエースの月刊化などをし、今まで連載経験のない新人作家を積極的に連載させるなど、これまで以上に新人育成に力を入れるようになる。また、 それ以降連載作品を、クラブサンデーや、週刊少年サンデー帳に移動させたり、週刊少年サンデー帳の連載作品を本誌に移動させたりする事例が増え、連載人の入れ替えの激しさが増していった。この前後から、新た感がたりかわしんご、わたせゆう、2008年、マギ大高しのぶ、2009年、銀のサジシルバースプーン、荒川ひろし、2011年など、 他し、他社の人気漫画家の新作を連載する事例が増え、いずれもヒットし、さらに、コロコロコミック関連作品との連動も、図られるようになっており、ペンギンの問題の出張掲載や、機動戦士、ガンダムエイジの前後編読み切り掲載などが行われているほか、小学館の主力コンテンツである、ポケットモンスターや、デュエルマスターズ原作とする作品が連載されたり、 メディアミックスとして、戦国コレクションや、ささみさん頑張らない、キャプテンアース、クロノマギアのコミカライズ作品を連載したりている。上記三作品以外では、教会の輪廻、高橋ルミ子、2009年、常住先人、虫奉行、福田博史、2011年、電波教師、あずまたけじ、2011年、だがしかし、ことやま、2014年、迷るセカンド、 三田拓也、2015年などがヒットする。雑誌に付録として、クリアファイルやシール、しおり、ソーシャルゲームの限定シリアルコードなどを付録につけることが増え、付録によっては発売されると芝叩く間に、本の完売が相次ぐことも多くなった。単行本関連では、人気作品において限定版、特別版の同時発売が多く行われるようになっているほか、 SSS、サンデーサポーターズショップ、一部アニメショップで、イラストペーパーやしおりなどを、買い得点として、同梱、配布するケースが、増加傾向にある。さらに、ウェブコミック関連では、クラブサンデーに加えて、ウェブ漫画作家を多数起用した、ウラサンデーを2012年4月に、本紙や、サンデーエスの漫画家を多数起用した、サンデーウ。 エブリオ216年7月に開設する。2013年からは、今まで以上に、様々な企画を行うようになっており、2013、サンデーアニメプロジェクトと称して、スピンオフや、ダイアップ等も含めた8作品のアニメ化を発表、展開したり、著名人である、野島伸司やゴミカゾが、原作の漫画の連載、サンデー夏の大感謝祭。 バクさんと称して2013年33号のみ17年ぶりに200円で販売。2014年には少年サンデー総監55周年を記念して関連雑誌も含めて55本の新連載を始めたり、アニさんと題して7作品を OVA か2015年には初の単独イベントサンデーフェスを開催したりしていい。2015年35号より 市原武典が編集長として就任してからは新人作家の育成を絶対的な使命とする大改革を行うようになっている。2016年同年7月13日に発売の2016年33号より電子版の配信が開始された。2017年37から38がアッペイ号で名探偵コナンがサンデー史上初の連載戦話を達成した。 本種の傾向としては、特に、ラブコメディと恋愛漫画に、ノウハウと強みを持っていることが挙げられる。特に、中長期連載となった作品ではその傾向が強く、見られる。また、主なジャンルがそれでなくても、作中のエピソードなどで恋愛及びラブコメ的な、要素を色濃く匂わせる作品も多い。その一方で、 少年漫画雑誌とは思えない社会を絡ませた重厚な内容の作品が掲載されることも時折見られる。また、作品が打ち切りになった場合、週刊少年ジャンプなど、他誌のように唐突に終了することは少なく、ある程度物語がまとまった形で終了させてくれる傾向にある。少年漫画誌の中では、読者の年齢層が高く、高校生以上の読者が全体の 約6割を占めている。さらにラブコメや恋愛漫画に強みを持っているため、少年誌でありながら、女性の購読者が非常に多いことで知られている。そのためか、他の少年誌と比べて、女性漫画家が多いのも特徴である。週刊少年ジャンプとは異なり、表紙にグラビア、週刊少年マガジンなども同様がついている号がある。 ただ2013年に入ると前日のアニメプロジェクトもあってかグラビアは減少していい。またグラビア以外でも女性キャラクターを全面に押し出す表紙イラストがしばしば見られる。その他2001年よりアンケートや読者投稿コーナーがハガキ以外にもインターネット、Web3 でからも応募、投稿できるが、これは週刊少年誌で最初に始まったものである。 読者コーナーの不死やサンデー青春学園も、参照のこと。また、2008年より、週刊少年漫画誌としては初めて、ウェブコミック配信サイト、クラブサンデー、リンクを開設。2012年からは、ウラサンデー、リンクも開設。2016年からは、サンデーウ、エブリ、リンクが開設。2018年12月26日。 2018年4.5月併号現在連載中の作品。救済中の不定期連載作品も含む。2018年10月現在のもの。2000年代中期には週4から5本程度のテレビアニメ作品が放送されていた。時期によってはアニメ作品が名探偵、コナン関連のみとなる時もある。また、他少年史と比べアニメ化作品が 減少傾向にある。1990年代半ばまでは、アニメ化される作品の大半が、富士テレビ系列、FNS で放送されていたが、以降は、読売テレビ制作、日本テレビ系列、NNN で放送されることが多い。2000年代に入ると、テレビ、東京系列、TXN でアニメ化される作品も多くなっていた。 他の週刊少年誌の作品と比較すると、いわゆる UHF アニメとして新作が放送されたのは、緑の日々、釣り、牛音虎、カラクリサーカス程度に止まっており、もっぱらキー局や純キー局での制作、放送が基本となっている。いずれもサンデーではアニメと並行して漫画版を連載。1995年から、 連載作品の中でまだアニメ化されていない作品をテレビ CM 用にアニメ化して放送している。これらは公式ホームページで一部を除き過去文も含め視聴することができる。アニメ化された作品の場合はテレビ放送が開始した時点で放送を終了しているが早手のごとく。では、アニメ開始後も放送をしばらく続けていた。近年では、 CM 劇場の形を取らない形態で CM が放送される作品も増えている。ただし、日本作品がすべて掲載されているわけではない。ジャンプ放送局の週刊少年ジャンプやマガジン7の週刊少年マガジンに対抗して、端末に読者コーナーが設置された。当時の人気アイドルだったオニャンコクラブ出身の高井、マミコ、渡辺美奈代、 吉沢明恵などがいたが、特筆すべきは、当時人気絶頂だったトンネルズが、最初の読者コーナー、サンデーファンを端していたことである。現在の読者ページは2001年春に始まった。週刊の少年誌の中で、サンデー青春学園が、初めて読者からのインターネットでの投稿を受け付けた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。